今川義元は一度は織田軍の奇襲を退けたものの、二度目の奇襲を受け戦死した。武田信玄はこれを好機と上洛の準備を進める。だが上杉謙信がそれを阻むべく挑戦してくる。川中島で対峙する武田陣営にはある武将の姿があった。第2話、川中島の戦い。やるかね。鉄道隊は海津城方面より海女山へ奇襲をかける。本隊は兵を割いたこと悟られぬよう奮戦せよ。とでも言えばよいか。内村の王子は悟られておらぬようだ。我らもこの機に乗ずるのだ。Huh?
月にかかったにしては早い。剣心に陽動などいらず、宿敵その首もらい受ける。やはり一筋縄ではいかんか。さすがよ剣心。全軍一旦引くぞ。おことは別動隊の救援に向かってくれ。ことこそ天下に名高き者の不じゃな。我らもこの勢いに乗るぞ。我らもこの勢いに乗るぞ。
我らもこの機に乗ずるのだ。劣勢か。勝負は預けたぞ、宿敵。やれやれ、あれだけ暴れておいて逃げるのか。きつい要求を据えてやらんといかんな。お見事な腕前です。敵将、討ち取ったり。我らもこの勢いに乗るぞ。撃ち取ったり。結構強いんだね。私は天心に値せず。
敵将、討ち取ったり。天魔、我に味方せず。戦場に戯れなし。